都公園の続きです。こちらの大橋のような2番目の設備のところが、すごいですね。これが2000年以上前に百数十年かけて作ったんですよ。水利施設です。だからこちらの水面はこの水面よりはちょっと低いですが、本流と運河、本流と川下流の水がつながっています。ちょうどこちらの橋の左の正面ですね、ここから見ると、あそこで建物、この古い建物、人間が暮らしをしている人間のすぐ下ですね、左側に曲がってますので、あそこですね、水流れは自然に回って沈殿の場所です。だから沈殿された水はまっすぐ続いて流れて、汚い島をこの橋の下の通路を利用して本流に進みます。はい、これは2番目の設備